ねえねえ、高砂染めって知ってる？高砂市で染められた染め物なのかな。そう思ってしまう人が多いんだけど、実は姫路藩の特産品だったんだ。そうなんだ。姫路藩なのに高砂染めって名前、なんだか不思議だね。そう、この名前には能の高砂が深く関わってくるんだ。今から一緒に高砂染めについて歴史から紐解いていこう。高砂染めは相生の松を下から見上げたような無限に連続する松枝の文様に、情と乳母の持つ熊手と竹ぼうきが幸運の象徴として重ねて染め抜かれています。江戸時代の頃、今の高砂市は姫路藩の一部でした。能の高砂は姫路藩の中にある高砂神社の3代目の松をモチーフに生まれ、おめでたい時に歌う能の中でも一番高い格を誇る筆頭祝言曲でした。ある日、とてもおめでたいこの能の高砂にまつわるものを江戸城に送りたいと考えた姫路藩は、松枝をベースにした染め物を見つけます。腕利きの染め物屋と研究を重ね作り上げた最高級の染め物に高砂染めと名付けたと考えられています。能の高砂を連想させるために高砂染めと名付けたんだね。高砂染めは縁起物として多くの女性たちにとても重宝されたんだ。そして明治維新、時代が大きく動くとともに高砂染めも時代の波に翻弄されていくんだ。明治維新で江戸幕府はなくなり、姫路藩もなくなりました。姫路藩の特産品として厳選された染め物やしか染められなかった状態から、誰でも高砂染めを作れるようになります。一気にバリエーションも増え、庶民が手に取るようになり、江戸時代とはまた違った華やかな高砂染めの時代となります。しかし値段競争が激化、儲けを出すために染料や染め方、質をどんどん下げていかなければなりませんでした。そして明治22年、姫路市の独立が高砂染めの終焉に拍車をかけました。どうして姫路市の独立が高砂染めに関わってくるの？姫路市の独立で、姫路市の高砂染めと高砂市の高砂染めに分かれちゃったんだ。でも当時、高砂染めはほとんど今の姫路市内で染めていたから、高砂市の人は高砂染めのことをよく知らない。逆に姫路市の人はその名前からどうして姫路市に高砂染めって思っちゃう。そっか、何十年も経つとみんなどんな歴史があったか知らないよね。こうして数奇な運命をたどった高砂染めは昭和の初期に終焉を迎えたんだ。終焉を迎えてしまった高砂染めですが、高砂染めの創始者を祖先に持つ尾崎隆弘さん、井上邦夫さんが復興に力を入れておられます。18種類もデザインされた新時代の高砂染め柄、現代風にアレンジされ、どんな商品となるのか楽しみですね。尾崎さんは近い将来、皆さんに高砂染めをお届けすることができると思いますと話してくれたよ。うわー、どんな高砂染めを手に取ることができるのか、今から待ち遠しい。皆さんも新時代の高砂染めをお楽しみに。